ブロンクス科学高等学校はアメリカ合衆国ニューヨークにある公立の高等学校である。マグネットスクールであり、ニューヨーク市の専門高校の一校である。ニューヨーク市教育局により運営されている。ブロンクス科学高校は1938年にニューヨーク市ブロンクスに設立され、現在はブロンクスの北西部に位置するベッドフォードパークの エデュケーショナルマイルと呼ばれる教育エリアに位置している。ブロンクス科学高校に入学するには専門高校入学試験の合格が必要となる。毎年11月には約3万人の中学2年生と中学3年生が3時間の試験を受ける。この試験は非常に競争率が高く毎年3万人の志願者の内ブロンクス科学高校に合格することができるのは わずか900人である。ブロンクス科学高校は、数学と自然科学に重点を置いた学校として知られているが、人文科学や社会科学にも力を入れており、数学や自然科学以外を志望する生徒も入学試験を受けている。ノーベル賞受賞者を8人輩出しており、これは中等教育機関では世界に2校しかない。8人のうち7人が物理学賞を受賞している。 また、卒業生には、ピューリッツァー賞受賞者が6人いる。ブロンクス科学高校はよく、ブロンクスサイエンス、ブロンクスサイ、BX サイと呼ばれ、単にサイエンスと呼ばれることもある。正式な略称は、サイエンスハイであり、創立者のモリス・マイスターはしばしばこの学校を単に、ザ・ハイ・スクール・オブ・サイエンスとだけ呼んでいた。 1938年の創立から1959年まで学校が収容されていたクレストン通り184丁目の建物ブロンクス科学高校は1938年にニューヨーク市教育委員会の決議によりモリス・マイスターを初代校長として創立された科学と数学の専門高校である校舎はブロンクスのフォーダムロードグランド コンコース地区のクレストン通り184丁目にある古いゴシックガー・ウィル建築の建物を使用することとした。この建物は1918年にエヴァンダー・チャイルズ高校のために建てられたもので、1930年からはウォルトン高校、1935年からはデビット・クリントン高校の分校として使用されていた。当初の教員は、 スタイベさんと高校の教員の一部で構成されていた。初代校長のマイスターは、創立時に、緑は葉緑素、金は太陽を表しており、生命の連鎖に欠かせないものであるとして、スクールカラーを緑と金に定めた。ブロンクス科学高校は、男子生徒のみの、第9学年約150名、第10学年250名からスタートし、 校舎はデウィット・クリントン高校の分校と共同で使用していた。ブロンクス科学高校に多くの生徒が通学するようになるとデウィット・クリントン高校の生徒と教員は徐々に本校に戻された。1940年までの2年間の共同使用期間中、2つの学校は教職員と教室はそれぞれ別だったが、監督と管理は共同で行われていた。 1946年、マイスター校長、教授陣、父母会の努力の結果、学校は教学化され、ニューヨークの女子生徒も、それまで拒否されていた、専門高校での質の高い教育を受ける機会を、平等に与えられるようになった。この教学化は、ライバル校である、スタイベサント高校やブルックリン校科高校よりも20年以上先行していた。 1958年、20年間校長を務めた、モリス・マイスターが校長を辞任し、ニューヨーク市立大学に新たに設立された、ブロンクスコミュニティカレッジの初代学長に就任した。マイスターは、公認の校長に、教師のアレキサンダー・タフェルを選んだ。1957年の新校舎の、春公式創立当初から、父母会とモリス・マイスター校長は新校舎の建設を、求めて、 運動を展開していた。それから20年を経て、タッフェル校長の下で、エメリー・ロス建築事務所の設計による公費800万ドルの新校舎が完成した。新校舎は、ベッドフォードパーク大通り近くの205丁目にあり、デビィット・クリントン高校、ニューヨーク市立大学ハンター校などに囲まれた文教地区にある。1959年3月3日、学生と教員は、 初めて進行者に足を踏み入れた。図書館の増書の移動は金曜日の午後に各生徒が休校舎で5冊ずつ本を借り、月曜日に進行者で返却するという独特の方法で行った。進行者にはより近代的な教室、研究室、技術スタジオエリアが備えられている。 メインロビーの入り口には、頭上に高さ19メートルのベネチアングラスによるモザイク壁画が飾られている。そこには、マリキュリーやチャールズ・ダーウィンなどの科学史の主要人物が知識を象徴する神のような人物と共に描かれており、ジョン・デューイの科学におけるあらゆる偉大な進歩は、想像力の新たな大胆さから生まれたという言葉が書かれている。この壁画は、 ヒューマナティスプロテクティングバイオロジー、フィジクス、ケミストリーと題されたフランク・ジェライリーの作品である。敷地内に水泳用の施設がないこと何年にも渡って嘆いている生徒たちは、新しい校舎にプールを作る代わりにこの壁画が作られたのだとして、皮肉を込めてこの壁画を科学の水泳プールと呼んでいる。移転は何事もなく行われたわけではない。移転の最初の春には、 様々なストリートギャングが学校に来ており、そのうちの一つのフォーダムバルディーズがブロンクス科学高校の生徒の髪を剃っているという噂が学校中に出回ったが、これはデマだった。また移転を始めてブロンクス科学高校の女子生徒が体育の授業のために体操服を着て運動場に現れた時、隣のデュィット・クリントン高校の生徒たちが二つの 学校の運動場の間の柵を破壊しようとした。柵は壊れなかったが、その年の残りの期間、女子生徒の体育の授業は屋内で行われた。1963年6月に25周年を迎えた時、ジョン・カイ・ケネディ大統領が科学と数学における才能ある生徒の育成を目的とした特別プログラムの重要で画期的な例であると同行を称賛した。 大統領は卒業生の一人であるハロルド・ブラウンを国防研究工学部長に選出したばかりだった。ブラウンは後にジミー・カーター大統領の下で国防長官を務めた。ブロンクス科学高校のキャンパス内ブロンクス科学高校1階の廊下1960年のブロンクス科学高校での数学とコンピュータプログラミングの授業の様子。右上に IBM650 のオペコードの一覧表が貼られている。ブロンクス科学高校はコンピュータの授業を初めて高校の一つだった。学校にはキーパンチがあり、生徒たちはコロンビア大学内のワトソン研究所の IBM650 でプログラムを実行していた。ブロンクス科学高校はこの1年半後に IBM1620 を独自で購入した。 ブロンクス科学高校の生徒は4年間の実験科学、数学、英語、社会科、2から3年間の外国語、1年間の美術、そして必修科目と幅広い選択科目を含む大学進学準備カリキュラムを履修する。大学の科学入門コースを卒業することができる優等生クラスやアドバンストプレイスメントクラスなどの160以上のコースが用意されている。 生徒には独立した研究を行う機会があり、毎年開催されるリジェネロンサイエンスタレントサーチに多くの生徒が参加している。生物学の授業は特別な実験室での実習を特徴としており、特別な優等の生物学コースを履修する追加オプションがある。自然科学の選択科目には微生物学、生理学、法医学、人類遺伝学、進化学、 天文学、宇宙物理学、有機化学、電子工学、液学、神経科学などがある。数学では、AB、BC 微積分と統計学の標準的な AP コース、多変数微積分と計算機科学のコースが提供されている。2007年秋には、線形代数と微分方程式のコースが開講された。学生は4年間の英語の履修が義務付けられており、 選択科目には、優等スピーチ、優等創造的作文、SF 探求、ジャーナリズムワークショップ、APA 語などがある。4年間の社会科または、歴史の授業も必須で、アメリカ史、世界史、経済学が必修であり、心理学、法律、金融、グローバルスタディなどの選択科目がある。また、高校までに1年間外国語を履修していた場合は、 最低でも2年間の外国語の履修が必要となる。ブロンクス科学高校では、フランス語、スペイン語、ラテン語、イタリア語、中国語、日本語の授業が提供されている。以前は、ヘブライ語、ロシア語、韓国語、ドイツ語の授業も提供されていた。2年次の生徒は、応用科学か、または2年次の研究要件を満たすクラスのいずれかを履修する必要がある。 二年次の研究要件を満たすクラスには、工学への導入、すべてのコーディング、社会科学研究、生物、物理科学研究、数学研究などがある。生徒は三年次、四年次に研究を継続するオプションがあり、メンターと一緒に研究を進め、最終的な研究論文を、サイエンスタレントサーチのような権威あるコンテストに提出する機会を得ることができる。また、 生徒は芸術、またはそれに相当するクラスの単位を2学期分取得しなければならない。芸術科目の要件は通常、ブロンクスサイエンス様はプログラムで満たすことができる。生徒は通常、これらの科目のうち2科目をダブルアップして、1年の夏の間に芸術科目の要件を一度に全て満たすことができる。ただし、ジャズバンドのような音楽選択科目や AP、 スタジオアートのような芸術選択科目を通常の学年で履修することで美術の要件を満たすことは可能である。保健体育のコースも必須で、ステップエアロビクス、スピンサイクリング、ウェートトレーニング、バスケットボール、ホッケー、バドミントン、バレーボール、チームハンドボール、フィットネス、ヨガなどのアクティビティがある。また、2つのファインアートコースのほか。 ブロンクスサイエンスサマープログラムでも保険科目の履修が必要となる場合がある。ブロンクス科学高校は公立、私立を問わずアメリカにおける有料な高校の一つとして国際的に評価されている。2020年にはニューズウィーク市のステム高校全米トップ5000のランキングで第4位に選ばれた。US ニュースワールドレポート市の金メダル高校ベスト102。 定期的にランクインしている。2014年には全米の高校の中で34位、ニューヨーク州では2位にランクインし、2008年には全米33位、2009年には全米58位にランクインしている。ブロンクス科学高校はニューヨーク市の文化的、民族的、経済的に多様性のある生徒を集めている。2012年現在、ブロンクス科学高校は ワシントンポスト紙に掲載されたアメリカで最も成績の良い学校22校の一つに選ばれており、デイリービーストのアメリカのベストハイスクールに掲載された全米上位選考の中では50位にランクインしている。2014年にはシティーズジャーナルのニューヨークの有料高校15校のリストでスタイベサント高校、ブルックリン高科高校と並んで2位にランクインしている。 2012年のサットの平均得点は2400点満点中2010点だった。ほぼ全ての卒業生が4年生大学に進学し、その多くが IB リーグやその他の大学に進学しているフィーダー校である。サイエンスタレントサーチの最終選考には2001年までにブロンクス科学高校から132名の生徒が参加しており、これは全高校の中で最多の数である。 8名の卒業生がノーベル賞を受賞しており、これはアメリカのどの中東教育機関よりも多い。他に6名の卒業生がピューリッツァ賞を受賞している。8人のノーベル賞受賞者のうち7人は物理学賞での受賞であり、ブロンクス科学高校は2010年にアメリカ物理学会から物理学の史跡に認定された。 ブロンクス科学高校の卒業生の多くは、ノーベル賞、ピューリッツァ賞、アカデミー賞、エミー賞、チューリング賞、アメリカ国家科学賞の受賞や、政治家や学会の養殖への就任など、それぞれの分野で優秀な成績を収めている。賞の受賞者等で、ブロンクス科学高校出身であることが判明している。ものには、以下のものがある。ありがとうございます。